春日大社境内図。はい、現在位置。原石。この石は太古の昔、神様が降臨された神聖な岩倉であり、赤童子若宮様の改まが出現されたと伝わることから出現石と言われる。また奈良時代の宝亀3年772年に、雷火により落下した社額を奉納した額塚とも言われ、信仰に深く関わる神石である。なお、この出現石から若宮方面に20メートルほど先、布橋かなの手前にわずかに姿を覗かせる如意石探り石まで目をつむってたどり着くと願いが叶うと言われている。武将橋かもしれない。神様が降臨された神聖な岩倉です。はい、鹿さんです。大杉樹高、木の高さ23メーター、幹の周り 7.94 メートル。この杉は樹齢1000年とも言われ、鎌倉時代後期1309年に描かれた絵巻物春日権現剣記にその姿が描かれている。根元から西方に直来殿の屋根を通して伸びる木は息吹白神である。大社、鎌倉時代後期1309年に描かれた絵巻物春日権現剣記にその姿が描かれているということは、それよりもさらに何百年も、まあ何十年か何百年も前からあったということですよね。ちょうどこの方角が北になります。ということはこの門は西門になるんじゃないかなと思います。この中はこの、配管料というのかな、500円を支払って今中に入ってます。春日大社の春日大社の
背面に位置する三笠山からの風が時々吹いて涼しくていいです。この春日大社の社務所の、巫女さんっていうのかなに、確認したんですけど、撮影は別に構わないらしいんですよ。写真とか動画、ただやっぱり人の顔が、まあ、他人の顔が映らないようにというのと、正面からは撮るなと、あの側面から撮ってくださいというお達しがありました。神様の正面を撮るというのは失礼に当たるということなんだと思いますけど、いや涼しくていいですね。おそらく昨日7月19日っていうのが夜中雨、降ったんですよ。僕の住んでる町は1時間2時間ぐらいかな。でかなり気温が低くなってて、朝の8時9時気温24度でした。で今現在この春日大社っていうのは29度ぐらい、まあ普段に比べると相当涼しいと思います。これがこれあれでしょう、三笠山浮雲の峰妖拝所って思うのかな。三笠山ですよ。今日平日なんで比較的少ないですけど、多分これ土日だったらえらいことになってると思います。と読み上げますと、三笠山、浮雲の峰妖拝所、奈良時代の初め平城京守護のため、竹雷槌の御子様が白鹿白い鹿の背にお乗りになり、天降られた神石三笠山の頂上浮雲の峰の妖拝所、神護慶雲2年768年に御本殿が創建される以前に鹿島香取平岡の神々様がお静まりになる神奈美として崇められ、現在も禁足地として入山が厳しく制限されている。この妖拝所は浮雲の峰から春日大社の御本殿を通り平城京大極殿まで続く神々様のお力が伝わる尾根線上にある。このたっとい尾根線上から浮雲の峰を妖拝ください。リンゴの木、この広場は古来よりリンゴの庭と呼ばれ、このリンゴ当時は和リンゴの結実が多いか少ないかでその年の農作物の豊穣を占ったとされている。もともとの木は平安末期高倉天皇1168から1179の献木と伝わるが、その後枯れ、今ある木は昭和32年に、献木されたものである。これが鎌倉時代からあったという杉の大木です。でこれが春日大社の本殿です。本当今日人が少ないんで助かります。
拙者本宮神社礼拝所御祭神武三日月の御事様、仏主の御事様、阿部の小屋根の御事様、御霊祭11月9日御神徳三笠山は太古の昔より霊山と崇められる神なび神様がお静まりになるところで、神後慶雲2年768年御本社第一殿の御祭神である武三日月の御事様が白鹿白い鹿の背にお乗りになり、頂上の浮雲の峰に天下られた神石である。毎月1日にはこのところに神饌を供し、頂上の本宮神社を礼拝する。武三日月の御事